はい、ということで雨、今、君はの舞台がまもなく始まります、今日が初日で今が第1公演目なんですけど、どんな4日間、全8公演あるんですけど、どんな4日間になるかなと楽しみです。あ、ゆうたさん、みーけ、はい、一緒に出てます。ゆうたさんです。頑張ります。イエーイ。一応ね、本番はね始まってますが、なんとなくこういうね、楽屋のモニターで本番の映像っていうかね、今リアルタイムを見ながら、自分の時間に合わせて舞台上に行くという感じですね。はい、田口くんがお芝居しております。なかなか楽屋はね、こういうタイミングを映すことないので、もうちょっとしたら僕の出番なので行ってきます。はい、今初日の1公演目が終わりました。無事に幕が開いて、1公演終えることができましたということでですね、まあ、マチネソワレって、あの昼公演夜公演のことを言うんですが、今日はこのマチネとソワレの間に、あの本当はですね、田口くんから、お弁当が出る予定だったんですけど、どうやら田口くんかマネージャーさんが発注ミスをしたということで、お弁当が届かなくなりましたので、田口くんたちと昼ご飯、昼ご飯じゃない、なんか軽食というかね、ご飯食べに行こうって話になって、今一緒にラーメンを食べに向かっていますということで、今日お弁当の差し入れができてなかった田口くんの登場です。ごめんって、マジごめんってびっくりしたのよ。ちなみに何弁当だったんですか？知らない。あ、何も知らないの？知らない、もう全部任せたから。そのおかげで、でも集中してたからね。でも違う日にね、入れてくれるってことで、お来ました、ここ。お、美味しそうなラーメン屋さん。じゃあご飯を食べに行ってまいります。煮干し中、煮干しそば、煮干し中華そば。うまし。はい、ということで、ごちそうさまでした。はい、ということで、舞台、雨、今、君はの初日が無事に終わりました。今日は2時からと7時からだったので、今が9時半ぐらいですね。残り3日間、1公演1公演大切に頑張りたいと思います。お疲れ様でした。あ、全然大丈夫だよ。はい、こんな感じで皆さん楽屋から帰っていきますね。タクト、うん、映って平気？あとで編集するから。鼻見えませんけど、あの立派な鼻が見えないね。ブログをね撮ってて、まあ日々ちょっといろんな共演者の人を盗撮していきたいと思っていますということで帰ります。お疲れした。集中部、おはようございます。今日は、雨、今、君は舞台2日目ということで、
今劇場に到着しました。大塚にあるよろず劇場というところで公演をしています。はい、会場に入ります。おはようございます。おはようございます。ということで会場に入るとグッズがたくさん置いてあります。はい、それでは楽屋に行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。みんな舞台集合するために集まってきていますね。はい、おはよう。ということで、雨、今君は2日目、3公演目が始まりました。今日も昨日の、皆さん演出家からのダメ出しを聞いて頑張っております。まもなく出番なので行ってまいります。レッツゴー。はい、ということで舞台今君、2日目、3公演目かなが無事に終了しました。これで折り返しということで、あと2日間、最後まで頑張りたいと思います。なんか自撮りしてる人たちいる。お疲れー、お疲れーショー、バイバイ。はい、ということで舞台今君3日目、5公演目が現在行われております。あっという間に折り返しまして、もうね、今日と明日で終わっちゃうんですが、ちょっと寂しくもありますが、こんな感じでね。はいはいはい。なんか、なかなかね、楽屋で、どんな感じかっていうのをね、公開することもないので、あれなんですが。僕は結構、今回は間が、シーンの間が空いてるので、自分の出番じゃない時は楽屋に戻って、モニターでみんなのお芝居を見ながら過ごしてたり、他の出番がない人にちょっと喋ったりとかしてます。はい、では、はい、続きも頑張ります。はい、今日は、舞台今君3日目が無事に終了しました。明日は千秋楽になります。いやあ、あっという間ですね。あっという間ですよ。本当に気づけば終わっちゃいますね。ちなみに公演後はですね、だいたい田口くんと一緒に帰ってることが多いんですが、今日も田口くんと一緒に帰るので、ちょっと車の中ででも、回してみようかしらと思いまーす。はい、ということで、ほとんどの日を純くんの車に乗せていただき帰っております。明日終わっちゃいますよ。早いな。どうしますか。もう、あ、また寂しいよ。寂しい、うん、あら、どんな1ヶ月でした。いや、本当に雨が流れるように早かったね、うん、ね。そしてここに来てね、今日雨と雪まで降って、そうだね。いやいや、あっという間ですが、明日の千秋楽頑張りましょう。私はデート気分で、え、おじゅんの助手席に乗って帰ってるよっていう、自慢をねしてます。明日も頑張ります。え、5000円、運搬費、運搬費5000円、だってタクシー安いよ。確かに。じゃあ明日の打ち上げでね、ボーリング対決で決めますか。今回劇中にボーリングあるみたいであるからね。なんで仲良くやっていただいております。また明日頑張ります。はい、ということで舞台
今君、現在千秋楽公演中でございます。気づけばあっという間ではありますが、今やっている公演をもって、この公演は終了となります。最後の最後の最後まで、全力で頑張っていきたいと思います。ということで舞台今君千秋楽終わりました。イエーイ。いっぱいいる、いっぱいいる。いや、無事に終わりました。はい、ね、男子楽屋にお疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイ。そんな物語じゃないのよ。イエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで無事に千秋楽が終わりました。お疲れ様でした。ご感激ありがとうございました。じゅんくんどこいるんだろう。戻ってきてないけど、後でイエーイってします。イエーイ。お疲れでした。千秋楽ありがとうございました。楽しかったね。楽しかったね。うん、本当にね。バイバイ。早いね。また5年後に会いましょう。いや、もう親父なんだよ。もう親父だよ、すでに。帰ってんじゃねえ。めっちゃ面白い。後ろでめちゃくちゃユウタさん着替えてるから。お疲れした。YouTube。